クリスモードでアーティストだから、エースから4番に対して3人にはならないと言ってくれたことに、これはもう一度の必要があるので、このぐらいの中の人たちが多分に入ってくると、エースの中では、自分の意見でバーッと言っちゃえばいいってもんじゃなくて、その根拠は何なのか、なぜそう考えたのかっても絶対必要になってくるので、それも合わせてここでも勉強するためにその2番目のところを入れてあるので、小論文の勉強も一緒にしてると思いながらね、やってね。